本日は僕のファッション遍歴をご紹介します。はい、小林です。最近といってもここ1年ですけれども、ファッション YouTuber さんが今まで自分が辿ってきたファッションを振り返るみたいなファッション遍歴を紹介する動画が、数多く上がってると思うんですけれども、面白そうだなと思ってちょっと興味本位で今動画を撮っております。正直他のファッション YouTuber さんもおっしゃってると思うんですけど、かなり恥ずかしさはあるんですけれども、結構でも楽しそうが勝っているので、ぜひとも紹介させてください。では早速時系列順で紹介しますね。この最初が結構恥ずかしいんですけれども、1枚目がですね、これが高校卒業直前です。これ塾のお別れ会みたいな感じですね。塾通ったんですけど、そのお別れ会だったと思います。もうこの時の服装は、これもう服全部覚えてますね。中のシャツがビューティー&ユースで、スウェットシップス。このステンカラーはエディフィス。新宿にあるエディフィスで買ったの覚えてます。で、このキャップも、多分シップスですね。こんな感じです。2枚目。2枚目が、はい、こんな感じでして、もうこれも、ほぼほぼ覚えてます。このキャップもシップスで、スウェットもさっきありましたよね、シップス。で、このマウンテンパーカー、この当時マウンテンパーカーめっちゃ流行って、マウンテンパーカーフリックスストアのこれ買いました。中にボアがついているタイプのもので、買ったなぁ、これ。はい、懐かしいです。この時はまだ髪短いですね。で、3枚目。これ大学入学して、ジャズ研究部に入るんですけれども、その新刊です。東京って書いてある、この T シャツもビームスのやつですね。ビームス。シャツも、これは、先ほど着てた、ビューティー&ユースのものでございます。ちょっとパンツはわからないかな。この頃はですね、僕は高校生の頃からファインボーイであったりとか、ジョーカーみたいな、雑誌を読んでおりまして、結構そこに登場する比較的安価なセレクトショップのオリジナルのものを着てました。だからビームスとかシップスとか、ジャーナルとか、ビューティー&ユースとかがめっちゃ出てくるんですけれども、そういう時代です、これは。結構しんどいな、これ。で、次、大学2年生の写真なんですけど、ちょっと写真が見つからなくてですね、大学2年生の時は、入ったジャズ研究部の先輩方であったりとか、バイト先の店長とか、その周りの界隈が古着をかっこよく着こなしていて、それまでセレクトショップのオリジナルばっかを買ってたんですけれども、そこから古着に手を出すようになりました。それもですね、いわゆる僕が今買っているこういうリバースウィーブとか M47 とかではなくてですね、ちょっと安価な古着を買ってましたのね。三軒茶屋の3とか、トークっていう数字の10に9って書いてトークって読むんですけど、トークっていうのがバイト先の近くにあって、そこで購入しておりました。なのでもう古着をガンガン買ってた時期ですね。で、ちょっと番外編なんですけど、これが僕成人式の時の写真ですね。セットアップのスーツ、トゥモローランドで、両親に買ってもらいました。で、一丁前にこの時、カラーレンズとかかけてます。で、成人式の後ぐらいから僕は髪を伸ばし始めます。で、次の写真が、こちらが大学3年生になりまして、ある程度バイトもして、今度はブランドに手を出すようになったんですよ。で、キャップシュプリーム、ブランドの中でも、コムデギャルソンであったりとか、コムデギャルソン、巌流、巌流今、一つのブランドですけど、前までコムデギャルソンの中に入ってましたよね。その時の巌流にハマっておりました。なので、このジャケット、これ巌流です。中コムデギャルソンですね。で、パンツに関しては、おそらくストゥディオスのスキニーパンツですね。髪伸ばし始めの頃はこんな感じです。なんかこの頃は、何ですかね、髪を伸ばしているので、割とこう髪の毛でだいぶインパクトが強いんですよね。なので、服装はすごいシンプルになりました。で、シンプルで、着心地のいいもの。なのでもう T シャツにカーディガン羽織って、これカーディガンがマーガレット・ハウエルのもので、T シャツは、この頃僕が好きだった藤原宏さんがやってたプール、ザ・プールっていうのがあったと思うんですけど、その T シャツですね。このパンツをめちゃめちゃ履きましたね。グラミチとビューティー&ユースとノンネイティブの3ネームのパンツです。これ、クライミングパンツです。これめちゃめちゃ履きました。で、これまだありますね。チャコのサンダルです。で、一度、なんで髪切ったんだっけな、なんか知らないんですけど、髪切って、これが、僕、表参道ヒルズの雑貨屋さんでバイトをしておりまして、その、表参道ヒルズって1年に1回、なんだっけな、パーティーみたいのがあるんですよね。で、まあ、ポイントが何倍かになるような結構パーティーがあって、それの時にドレスコードがあるんですよ。で、ドレスコードの時の写真です。これさっき成人式で着てたスーツに、この時おそらく水色みたいなのがドレスコードのカラーだったので、そのシャツとスニーカーを履いておりますね。はい。懐かしい。めちゃめちゃ変な髪型してますけど。おばあちゃんカットって呼ばれてましたね。で、これが大学4年生直前です。大学4年生直前の時。この辺から割とこう、スウェットとかパーカーとか、比較的こう、オーセンティックなものにはまり出すんですよ。それこそ、表参道にある古着屋さん、レモンティーとかに通い始めてた時期で、ちょっとこのスタジャンは、僕の父親のお下がりなんですけれども、中のパーカーとかは今も持っている、動画でも紹介したキャンバーのスウェットであったりとか、ちょっとこのスラックスは用事で、ちょっとまた別の軸のものなんですけれども、そういう高校生の時はセレクトショップのオリジナルタトで、大学2年生になって周りの影響を受けて古着をかじり始め、大学3年生はブランドをかじり、4年生でオーセンティックなアメリカのものが好きになっていったって感じです。これも大学4年生になる前の時でして、まあスタンダードなものが多いですよね。ただ、その中でも、このニットはヨウジ山本なんですけれども、ヨウジ山本、このパンツは血のパンどこか忘れちゃったな。で、手に抱えてるのがエムズブラックのモッツコートですね。そうなんですよ。結構スタンダードなものがこの頃はすごい好きでして、着てましたね。ちなみにこの写真は、あれです。就活の時にエントリーシートに自分のコーディネートみたいのを貼らないといけなかったんですよ。それ用でちょっと撮った写真です。これも大学4年生になる前ですね。ブランドのものとスタンダードなもののミックスみたいな格好をこの頃からし始めます。フリースのジャケットではあるんですけど、巌流のものですね。ちょっと変な顔してるんですけれども、こっからドメブラとかに手を出し始めるんですよね。これがアンユーズドのもので、パンツは古着で買ったものですね。この T シャツもザ・プールのものです。はい、続いてがですね、これは卒アルの写真を撮りますっていうので、まあそしたらなんかかっこいい格好した方がいいよなっていうので、セットアップ着て、ネクタイ締めてっていう時の写真ですね。セットアップが成人式の時に着てたトゥモローのセットアップで、ダニエル W フレッチャーのベストですね。で、こちらが大学卒業するっていうことになったので、大学時代4年間、勤めておりましたバイト先を辞める日ですね。最終日です。これもジャケットも、巌流のジャケットと、中がエンジニアードガーメンツのベスト、ジーパンはこれ多分、あれかな、あ、ジーパン RPC のデニムですね、これ。RPC のデニムです。まあ、バンズ。で、緑色拾って、靴下緑色のソックス選んでますね。面白い。で、こちらが僕が、新卒1年目の時の写真です。新卒1年目の時は、あれですね。まあ、こんな感じです。もうここら辺は、もうほぼほぼ僕なのかなというふうに思います。もうこのシャツとか今でも着てますからね。で、ショップ別注のグラフペーパーのシャツですね。はい、いかがだったでしょうか。僕のファッション遍歴はこんな感じでした。まあ最初はやっぱりジョーカーとかファインボーイズとか読んでいたので、そこら辺の安い洋服、セレクトショップのオリジナルブランドなんかを少ないお金で買っていて、そこでまあ大学に入って、大学のかっこいい先輩たちから、まあ、古着っていうものを学び、そこからちょっとこうバイトでお金も手に入ってブランドにも手を出していく。で、髪を伸ばしていって、髪を伸ばすと、まあ、逆に派手になるんじゃなくて、もう髪の毛の長さがうるせえから、どっちかっていうとこうスタンダードなものに落ち着いていくっていうようなファッション遍歴でございました。面白かったですね。そのおしゃれかとかは別に置いといて、高校生の時から、まあ、やっぱりお金がなかったので、こういう服装はしたいんだけど、やっぱりこうお金がないなりの仕方というか、お金がないなりのファッションの楽しみ方はしていたんだなってちょっと懐かしんでおります。皆様もぜひ、たまにはアルバムをこう見返してみて、こんなの着ていたなとか、このお店よく行っていたなとか、ちょっとこう振り返ってみるのも素敵なんじゃないのかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画がですね、気に入っていただきましたら、高評価何卒よろしくお願いいたします。まだお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。